あら、いらっしゃい。来てくれたのね、ひふみくん。悪い、遅くなっちまった。けど相変わらず客はいないな。ふふ、いつも通りよ。かんこ鳥が鳴きっぱなしだわ。彼女の名前は、トグロナツミ。このバー、クロウサギの経営者にして、ホラー作家である、俺のおばにあたる。2年前におふくろが死んで、俺はおふくろの妹である彼女に引き取られた。以来、書類上の俗柄は母親だ。最近困ってることはない？遠慮しないで何でも相談してね。一人暮らしが面倒になったらいつでもうちにいらっしゃい。気が向いたらな。いい人だが世話焼きすぎるのがたまに傷だ。あなたが一緒に住んでくれたら嬉しいわ。私もアミも。お兄ちゃん、お兄ちゃん。店の奥から聞き慣れた声がした。よかったお兄ちゃん、今日は来られないのかと思った。この子はアミ、夏美さんの一人娘だ。つまり今は俺の妹になる。ねえお兄ちゃん、私少し大人になったと思わない？大人？お母さんに身長測ってもらったら、私背が伸びてたんだよ。ね、この間までもっとちっちゃかったでしょ。ほらほら、ちゃんと見て。変化があるようには思えんぞ。絶対そんなことないよ。もうお兄ちゃんの鈍感。ほら、アミ、夜も遅いし、そろそろお兄ちゃんのお家に行かないとね。夏美さんの仕事が終わるまで俺がアミを預かることになっている。夜のバーに子供がいるのはさすがに具合が悪いというわけだ。私、お母さんのお手伝いしたいのにな。大きくなったらしてもいいよね。ええ、アミが大きくなったらお母さんうんと楽させてもらうわ。じゃあひふみくん、アミのことをお願いね。さて、どう反応するかな。でジャッジシステムって言って、こっちの選ぶのに応じて相手の好感度みたいのが変わるみたいです。じゃあひふみくん、あゆみのことをお願いね。これで。ふふ、ありがとう。じゃああゆみ、お兄ちゃんに迷惑かけちゃダメよ。はーい。ほらほら兄ちゃん、早く行こう。はしゃぐアミにぐいぐい袖を引っ張られ、店を後にした。アミと一緒にスーパーへ寄って食材を買い込んだ後、自宅へ向かう。築20年のボロアパート、花咲草。いかにも出そうですね。その2階の左から3番目の扉、203号室が自分の部屋だ。ねえお兄ちゃん。なんだ？私たち家族だよね。だったらうちに来ればいいのに。ここに来るのは楽しいけど、一緒に暮らせたらもっと楽しいよ。そうだね。まあ喜びを表現しておきましょう。お兄ちゃんもそう思うよね。あれ？お家の前に何か落ちてるよ。なんだこれ。アミの視線を追うと、薄暗い廊下に黒い紙が落ちていた。サイズからするとハガキのように見える。お兄ちゃん宛の手紙かな。拾わなくていいの？拾っておきましょうか。とりあえずだよね。はい、お兄ちゃん。アミはハガキを拾い、こちらに手渡した。黒いハガキとは珍しいな。
はがきの表にはここの住所が書かれている。いや、正しくは打たれているだろう。手書きではなくタイプされた字だ。だが送り先の名前はなかった。お兄ちゃん宛てじゃないのかな。もう、あ、裏にも書いてあるよ。なんだこれ。裏面にも文字がタイプされていた。月に帰ったかぐや姫は言いました。あたけそたぼけうよたけ。どんな意味？これってきっとなぞなぞだよね。なぞなぞ。お兄ちゃんわかる？わかんないですね。わかる。どういう意味かな。アミはしかめっ面でハガキの文字を睨んでいる。なんとしても特技らしい。なんでこいつ黒い手袋してんのかな。あ、わかったかも。かぐや姫って竹取物語に出るんだよね。前にお母さんが教えてくれたよ。竹取だよ、竹取。なるほどね。だと毛を取っちゃえばいいんだ。暗号らしい。あたけとてそれとぴょぴょぴょからたと毛を取ると。あ、うん、遊ぼうよだね。怖い怖い怖い。遊ぶ約束をするお手紙だったんだ。出したのお兄ちゃんのお友達かな。知り合いならおねの名前を書くだろ普通。そうだね。ま、真剣に考えても無駄だ、こんないたずら相手にな。はがきから顔を上げた瞬間、強い風がアパートの廊下を吹き抜ける。風は夏とは思えないほど冷たかった。不意をつかれたのもあって、思わずぞろりと鳥肌が立ってしまう。どうしたのお兄ちゃん。いや、なんでもない。さっさと家に入んぞ。うん。ただいま。帰宅すると早速夕食の準備に取り掛かった。献立は亜美のリクエストのハンバーグ。手早く作ればせいぜい20分で出来上がる。お兄ちゃん、冷蔵庫にあるポテトサラダ付け合わせにしてもいい？あ、買ってきたトマトもつけちゃおうか。いいよね。亜美が楽しそうに料理を手伝ってくれる。最近は手つきも手慣れてきてなかなか頼もしい。料理するときぐらいヘッドホン外そうか。ね、ねえ、そうだねーって。お兄ちゃん、お米とげたよ。じゃあ炊飯器に入れちゃうね。米が炊けるのを待つ間にインスタント味噌汁を作って出来上がりだ。早速料理を二人でリビングに運び、温かいうちに平らげた。味噌汁のインスタント1分ぐらいで出来上がるよね。ごちそうさまでした。美味しかった。こないだバラエティでやってたお料理教室、お兄ちゃんなら優勝できると思うな。そんな番組があるのか。こないだはパープルのみんなが出てて料理すごく上手だったよ。パープルは今すっごく人気のあるバンド。あとアイドルの来世ももちゃんも出てた。全然知らない。知らないな。ついでに興味もない。冷たい。そういえばおじいちゃんの部屋ってテレビがないよね。ねえ、どうしてなの。そりゃもう NHK の集金対策だよ。そうです。もう見ないからにしときましょうか。そっか、ご飯の後にお兄ちゃんと一緒にテレビ見れたらいいのにな。だってテレビって一人で見るより誰かと見る方が楽しいし。あ、誰か来たよ。夏美さんだろうか。それにしては少し時間が早い。なんだなんだ。玄関のドアスコープを覗き込んでみる。絵を覗き込まなくて怖いんだけど。うわー。
誰もおらん、誰もおらん。お客さん？さあな、誰もいなかった。怖い怖い怖い、また鳴った。誰もいなかったんだよね。お兄ちゃんどういうことなの？アミちゃん怖がってるよ。帰ろ、いたずらって言っときましょう。やだな、なんでそんなことするんだろう。ねえお兄ちゃん、ちょっと外見てきて。ダメ？アミが心細そうな声でそう言い、俺の顔を見上げた。誰もおらんよ。念のため確認したが、やはりドアスコープに人影はない。怖い。やはり誰もいない。どういうことだ。こいつは珍しいものを見物できた。誰？いつも能面みたいな顔をした君が多少なりとも驚いてくれるなんてね。誰？なんか坊ちゃんが来た。いや、調子はどうだい親友ベイビー。階段から上がってきたのは知った顔だった。天の目、お前の仕業か。天の目だって。天の目組の人だ。インターホンを押した後、こちらが出てくる前に隠れていたらしい。ええ年した大人がそんないたずらすんなよ。年齢不相応のつまらないいたずらだ。え、天の目さん。声を聞きつけたアミがキッチンの窓からこちらを見ている。おや、アミちゃんもいたのかい。驚かしちゃってごめんね。君がいるとは思わなかったよ。でもさ、ひふみ、暑さも吹っ飛ぶヒヤッとする体験だったろ。殴ってやる。ぐわー。ずっため息をついて呆れとこ。なんだいその呆れた顔は。たまにはこういう子供っぽいのもいいだろ。よくないです。まさか妙なハガキを置いていたのもお前じゃないよな。何の話か知らないけど冤罪だよ。ならいい。でこんな時間に何の用だ。そりゃもう例の件に決まってるだろ。君もあの子に聞かれたくないだろうし、続きは下で話すとしよう。じゃあ、あいみちゃん、お兄ちゃんを少しの間借りるよ。天の目は先に行ってしまった。じゃあ私は部屋で待ってるね。二人とも行ってらっしゃい。ひふみん、受け取りなよ。天の目が放り投げてきたのは缶ジュースだ。青と白を基調にした涼しげなイラストの上に、ナタデココオーレと書いてある。ナタデココオーレ。お前相変わらず変なジュースが好きだな。なかなか珍しいだろ。コンビニで見かけたから買ってみたんだ。まあ僕からのちょっとした詫びだと思って受け取ってくれ。詫びだと？さっきうちの若い者丸橋が君に迷惑をかけただろ。さっきの戸坂の男の人かな。丸橋って、ジャージのチンピラ、ジャージのチンピラの男だね。その通りさ。ああ見えてもあいつうちの若者なんでね。もう知ってんのか、耳が早いんだな。うちは他よりほうれん草をしっかりしているのが自慢でね。なんだそりゃ。あいつバカだとは思ってたけど、君に因縁つけるとは予想以上だ。
今度改めて本人から謝罪させるよ。あれでも極道者の端くれだ。けじめはつけさせておかないとね。天のメッセージ。キッソ寺にある新座区を拠点にするヤクザ天の目組、その現組長の息子だ。組長の息子だったね。なるほど。まだ学生だから組員ではないものの、それ相応の発言力を持っている。まあ、そうだろうね、息子だし。そして俺と天の目は高校の同級生で、小学校からの腐れ縁となっている。しかし一二三、君もなかなかフェミニスト。チンピラに絡まれた女の子を助けるなんてさ。丸橋の話じゃ女の子は僕らと同世代ぐらいの可愛い子だったようだけど。茶化すな天の目、つまらんトラブルに巻き込まれただけだ。はは、そうだと思ったよ。つまらないヒューマニズムで戦うなんて君には似合わないからな。嵐でも来るんじゃないかと思った。さっさと本題に入れ、帰るぞ。睨みつけると天の目は軽く肩をすくめた。やれやれ、世間話の一つもできないのか。人付き合いの悪さにも程があるね。こちらの話というのはもちろんアングラマッチのことだよ。アングラマッチってなんだ。アングラマッチ、アンダーグラウンドマッチの略だ。中学時代、腕っぷしだけが自慢の俺に天の目が紹介してくれたアルバイトだ。アングラマッチはヤクザの仕切る喧嘩試合で、勝てばファイトマネーをもらえる。試合の参加者はよりどりみどりだ。元ボクサーやレスラーみたいな連中が全国から集まっている。嘘みたいな話だが、この街の裏側にはそういう世界があったりする。なんかむちゃくちゃだね。いきなりメールが来たからびっくりしたんだが、辞めるっていうのはマジかい？ああ、そのつもりだ。君はアングラマッチ最強の男で、多くのファンがついてる人気選手だ。全戦全勝っていう記録は大したものだし、戦い方にだって花がある。君の出る試合はいつも盛り上がり、こちらも鳥羽の寺戦でウハウハだ。なあなあ、考え直す気はないかい？無駄だよ、諦めてくれ。しばらく自家鉄できる金も貯まったし、続ける意味がなくなったんでな。それに見せ物になるのは好かない。やれやれ、君らしいね。ふっ。悔しいけどアングロマッチの件は了解したよ。辞めたい時に辞めさせろというのが君と交わした約束だしな。それに周りが止めたところで聞く男じゃないのはよく知ってる。気が変わったらまた言ってくれ。ああ、その時は頼む。けど君も変わった男だよな。おとなしく夏美さんの世話になればお金の心配なんていらないだろうに。そいつはパスだ。一人の方が気楽でいい。ああ、もったいない。できるものなら君の代わりに僕が夏美さんのお世話になりたいよ。おっと、噂をすればなんとやらだ。あら、ひふみくんと天の目くんじゃない。こんなところで立ち話なんて、何か大切な話？私邪魔をしちゃったかしら。いえ、話はもう終わりましたから、お気遣いなく。それにしても夏美さん、相変わらずお綺麗ですね。ふふ、天の目くんは相変わらずお上手。いつもひふみくんと仲良くしてくれてどうもありがとう。これからもよろしくね。はい、もう夏美さんも困ったことがあったら遠慮なく僕に相談してください。夏美さんのためならたとえ火の中、水の中ですから。天の目くんは大げさな表現が好きね。天の目と夏美さんの会話はいつもこんな感じだ。
夏美さんは天の目の素性を知っているが、恐れたりも嫌ったりもしない。女手一つでバーを経営してるだけあって、なかなか度胸が座っている。さてと、いい時間だし今日はそろそろ失礼します。夏美さんの顔も見られたし、今夜はいい夢が見られそうだ。ではごきげんよう、またな、ひふみ。天の目はひらひらと手を振りながら暗がりへと消えていった。遅くなってごめんなさいね。あれから珍しくお客さんが途切れなくて。本当は適当なところで切り上げてしまってもいいんだろうけど、でも店の居心地が好きだと言ってくれる常連さんはできるだけ大切にしたいの。あのバーは亡くなったあの人が私に残してくれたものだから。夏美さんの本業はあくまで作家だ。バーの経営は趣味みたいなもので、採算はそれほど気にしていないらしい。なので営業努力はゼロ。客が一人も来ない日だってある。じゃあ行きましょうか。アミ、夏美さんが来たぞ。窓の隙間から室内へ声をかけた。母さん、帰りなさい。どうしたの。はあ、眠いんだね。眠くなっちゃったんだ。あらあら、アミ、ずいぶん眠そうね。さあ帰りましょう。アミ、お兄ちゃんにご挨拶は？お兄ちゃん、ありがとう。おやすみなさい。二人は仲良く手をつないで帰っていった。リビングを適当に片付けてから軽くシャワーを浴び着替えた。こうして今日もまたいつも通りの日が過ぎていった。特別なことなんてめったに起こらない。今日は結構波乱な日だったと思うんですけどね。変な男に絡まれたり、狭くてごちゃごちゃしていて大して変わり映えのない平穏な毎日、明日も明後日もきっとこうして続いていくのだろう。さてと、さっさと寝ちまうか。安物のベッドで横になった途端、すぐに意識が暗闇へとほどけていく。てん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 。